1732年5月2日のエステル初演時のプログラムエステル HWV50 はゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが1732年に作曲したオラトリオ。ヘンデルが書いた最初の英語のオラトリオである。1718年頃に書かれた同盟の仮面劇が元になっている。聖書のエステル記に基づく。エステル HWV50A は一幕6馬からなる。 仮面劇でエイシスとガラテアと同様、シャンドス公爵の宮廷作曲家として使えていた1718年頃に作曲され、私的に上演されたらしい。クルザンダーはこの曲を、ハマンとモルデカイと題している。1732年に出版されたリブレットや、チャールズ・バーニーは1720年の作曲としているが、疑わしい。 ブロッケスジュ南極の音楽が多数使われ、6つの場はいずれも合唱によって終了する。ユダヤ人たちの力強い合唱は、後のヘンデルの新規軸を予想させる。1732年2月23日、ヘンデル47歳の誕生日に、バーナード・ゲイツという歌手が仮面劇エステルを初めて公開上演した。同作品は3月1日と3月3日にも再演された。 アン王女はこの作品に完全な演技をつけて劇場で演奏するように臨んだ。しかし当時の教会は聖書の物語を劇場で演ずることを非難しており、バーニーによるとロンドン司教エドムンド・ギブスンが上演を禁止したという。ヘンデルは12曲を新たに追加し、3幕11場からなる。 新しい版を作ったが、演技のない演奏会形式のオラトリオとして5月2日に、ヘイマーケット国王劇場で初演した。この版は6回上演され、大いに成功した。追加された12曲の多くは、旧作の再利用であり、復活、アンジョ王の誕生日のための章化、死祭、ザドク、ブロッケス受難曲から曲を借用している。は大規模で、オーボエ、トランペット、ルン、 ハープ、弦、通奏低音を含んでいた。エステルは、ヘンデルの生前何度も再演されている。晩年、視力を失ったヘンデルは1757年の再演用に合唱曲を追加し、助手のジョン・スミスに口述筆記させている。王の前で気絶するエステル。アルテミジア・ジェンティレスキが1732年版の登場人物は以下の通りであった。アハシュエロスは、 カストラートのセネジーのエステルはアンナマリア・ストラーダ、モルデカイはフランチェスカ・ベルトリ、ハマンはアントニオ・モンタニアーナのようにイタリア人歌手が務めたがイギリス人の歌手も加えて上演された。ペルシア王妃となったエステルはアレルヤを歌う。モルデカイはユダヤ人が旅衆のみから解放される希望を歌う。ペルシアの大臣ハマンは国内のユダヤ人を皆殺しにする直令を伝える。 喜んでいた、イスラエル人はその知らせを嘆く。モルゲイは直令をエステルに伝え、王に会って慈悲を恋うように求める。法律では召されていないのに王に会いに行く者は死を賜ることになっていたが、それでもエステルは王のもとを訪れる。エステルは王の顔を見ると気絶する。王はエステルを助け起こし、黄金の尺によってエステルが死から免れることを示す。 エステルは王とハマンを自宅に招く。イスラエル人たちはエステルに希望を託す。王はエステルに王国の半分をも求めるならば与えようという。エステルはモルデカイがかつて王の命を助けたことを思い出させ、ユダヤ人を抹殺する直霊がモルデカイを恨む。ハマンによって仕組まれたものであることを暴露する。ハマンはエステルに慈悲を求めるが、エステルは拒絶する。 王はハマンに死刑を宣告し、モルデカイを検証する。イスラエル人の喜びの合唱で幕を閉じる。ありがとうございます。